こんばんは。すいません。遅れてしまいました。岡田斗司夫ニコニコ生放送です。本当にね、まだ間に合うだろうと思ってですね、髭を剃ってるとですね、15秒前というふうに言われてですね、慌ててですね、部屋に入ってきました。すいません。おとなしく、まあ、あのね、はい。そうなんですよ。スーツちゃうやんけというふうに今コメントが流れましたけど、そうなんですよ。あのね、部屋をですね、もう今日は事前に21度に冷やしてたんですよ。で、21度に冷やして、で、スタッフ来てライト焚いたらもうあっという間に暑くなってしまってですね、今僕、足元だけなんとか寒い状態なんでですね、とてもとてもそんな、スーツ無理です。なので、まあ、10月ぐらいになったらなんとかなるんじゃないかと思います。どうもすいません。今日はですね、ちょっとですね、メルマガとかでは予告したんですけども、Amazon とかネットフリックスとか Hulu とかのですね、無料で見える映画というのをですね、やってみようと思います。あ、お誕生日おめでとう、ありがとう。あ、そうですね、昨日59歳になりました。で、ここで付帯にしてたのがですね、海洋堂の宮脇専務、まあ、つまり海洋堂の社長さんですね、専務というのはあだ名なんですけど、宮脇専務もですね、僕と同じ7月1日誕生日でですね、で、僕より一つ上なんですね。で、まあ、専務も7月1日、昨日ですね、60歳になったと。で、7月1日がどうも、ホテルが取れなかったみたいでですね、6月30日に、大阪の梅田のヒルトンホテルというところを、のですね、ワンフロアを貸し切ってですね、パーティーにしてたんです。で、まあ、パーティーの模様はですね、皆さん、ネットかな、まあ、思わず、主に Facebook などでですね、検索してみたら分かると思うんですけども、目標は出禁というふうに言ってただけあってですね、出入り禁止になるというのが目標と言ってただけあって、ヒルトンホテルにですね、シュビームワーゲンっていうですね、ドイツのですね、まあ、戦闘車両ですね、水陸両用の戦闘車両の実物を持ち込んで、で、持ち込んだだけではなくてですね、エンジンかけてですね、ヒルトンホテルの5階の、パーティー会場の中を走らせて、その上に宮脇専務がこんな感じでですね、上から下までナチスドイツの軍服の実物だよ、実物。レプリカではなくて実物ということは、つまり当時の、ナチスドイツをですね、ドイツを占領したアメリカ軍がですね、ドイツ人からかっぱいだ服ですね、剥ぎ取った服の、博物館とかに行ってるやつが流れて一般に売られたやつを入手して、まあ、大体ですね、一着上から下まで、安ければ100万、高ければ200万ぐらいっていうふうに言われてる軍服のコレクションの、まあ、途中でファッションショーという、専務軍服ファッションショーというイベントもあったんですけど、とりあえず初っ端からですね、軍服を着た専務がシュビームワーゲン乗って、こうやって入場してくるっていうのがあってですね、もう頭のおかしいね、イベントでしたよ。で、これはその時に配られていた60式専務っていうですね、まあつまり60歳になったからというふうなことで60専務で、フィギュアを作ったのがマックス渡辺ですね。マックス渡辺プロデュースで、これ見ていただいたら分かる通り、なんかね、あんまり似てないんですよね。専務はこうじゃないんです。いや、フィギュアにしたらこうなるのは分かるんですけども、専務はね、このこうなんですよ。これが正しい。で、何が違うかってね、専務は目が細いんですよ。で、目が細いところがこの専務の顔の怖さであってですね、笑ってるのに笑ってない顔してるんですよね。で、目がこんな細くてですね、たまにですね、目が見える時が怖い、ギラリと光って怖いっていうのが専務で、こういうふうにしちゃうとですね、まあ、似てるは似てるんですよ。特にこれ口が可動なんですけども、口をこうガッと開けた時のドヤーっていう顔はめちゃくちゃ似てるんですね。というわけでこれをもらってまいりました。なんかね、2週間ぐらい前から海洋堂のツイッターとかですね、フェイスブックがですね、フィギュアの塗装がとかですね、箱詰めとか検品とかってそういうようなことになって、海洋堂6月の新製品を全部停止してですね、出荷停止して自分の誕生日用のフィギュアを作るってことをやってました。で、誕生日がですね、誕生日パーティーの第1部が4時間あったんですよ。で、4時間の間、司会のテレビ朝日のアナウンサーの松井さんと、あと専務は4時間出ずっぱりで、その4時間のプログラムは全部専務が考えたっていうやつで、
なんかね、一番最初なんか昔の海洋堂の話からですね、フィギュアのいろんな名人が集まって、パーティーのそのやってるうちにフィギュアを一つフィギュアの原型一つ完成させるとかですね、まあそうそう百田さんも来ましたしですね、なんかもう本当にいろいろあって、僕もあの村上隆と一緒に壇上に出されて、やっぱあの5分か10分ぐらい話させられた、対談みたいなさせられたんですけれども、とりあえず全てのプログラムに専務が出っ放しなんですよ。でそれが 第1部 でその後第2部があって、で三次会があって、まあそれヒルトンホテルで三次会があって、で結局海洋堂のメンバーは7次会まであったそうなんですよね。なんかね、7次会がね新世界で深夜まで空いてる串カツだったんじゃないか。5次会があのスパワールドっていう新世界にある24時間空いている温水プールで5次会があって、7次会が串カツ。もうね、客受けてたのかね。いや4時間のプログラム受けるはずがないでしょ。4時間の間もう本当にマイク持ってる人間の滑舌が悪いわ、話下手だわ、専務が変なとこで突っ込むわで、グッダグダのイベントで、もう本当に専務自己満足の4時間なんですよ。まあ、でも誕生日だから仕方がねえかって思って俺も会費2万円払ったんだけど、よく考えたらこれ俺の誕生日でもあるのに、なんで俺が2万円払ってんだって。でもう思わず最前列に座らせられるところだったね。最前列 の北陸製菓の社長とかですね、吉本興業 の吉本エンターテインメント大崎社長がいる席でどうですかっていうふうに言われたんで、俺絶対嫌だから頼むから造形師がいる後ろの方の席でお願いしますって言って、なんか後ろの方の席にしてもらったんですけども、まあそれでもなかなかにですね4時間すごかったですね。あのパーティーに実際にいた人は大盛り上がりとかすごかったとかって書いてるんですよ。それはもうその通りなんですよ。大盛り上がりですごかったんですけども地獄ですよ。もう本当に専務の自己満足に付き合わされるですねやつで。でまあ途中でですね、あの専務とはどんな人ですかっていう普通のお約束みたいなインタビューがあったら、もうあの原型師の人がですね死んだ目をして、いやこの人はねこんなこと言ってますけどね、自分にしか興味がないしね、自分だけが大好きな人ですよっていうふうに言ってですね、まあ、それの説得力があることあること、会場中そこは大爆笑でしたね。ということでですね、今日はですね、あ話がそれました、あの専務の誕生日パーティーも行ってですね、専務の誕生日だと、まあ俺の誕生日もやったんだけども、行ってきました。で、今日はですね、まあ、あの Amazon、Netflix、Hulu などで見れるですね、まあ、あの無料っていうわけではないですね、まあ、それぞれに会費がかかるわけだから、まあ、会費払えばですね、あの見放題で見れる映画 の、まあ、あのおすすめみたいなものをちょっと話しようと思います。っていうのはあのね、 Amazon がね、しょっちゅうこうあの配信終了というのがあるんですね。まあ、Netflix も Hulu もそうなんでしょうけど、例えば Hulu とかは去年のシン・ゴジラのちょっと手前あたり、あの東方の怪獣映画、ゴジラ映画とかモスラとかラドンとかを含めてですね、ほぼ全ての怪獣映画が全部こう配信されてたんですけども、まあ、シン・ゴジラのキャンペーン期間が終わったら次々とそれが配信停止になって見れなくなってしまうと。で、あの僕もね、なんか、Amazon がこんなにね、無料でね、見れるんだったら、もう DVD とか買わなくていいかなとかいう思うことも時々あるんですけども、やっぱりね、配信っていうのはね、期限があって、まあ、契約があるんでしょうけど、配信停止っていうのがあるから、やっぱ本当に欲しい作品っていうのは自分で確保するしかないのかなと思います。で、どこが一番いいのかというのに関しては、まあなんかその Hulu 以外だったらどこでもいいんじゃないのっていうのが僕の考えですけど、まあ Hulu はね本当にね、配信状況が悪くなったっていうのもありますし、あとはHulu アメリカの本社とのですね、どうもつながりが消えたらしくて、ハピオンでしたっけ、なんかハピオンっていう日本の会社になって、多分来年あたり社名とかいうかブランド名もハピオンになるんでしょうけれども、というふうに言われてるんでです。僕はあんまり今から入るのはおすすめしにくいなと思うんですね。で、今のところ日本で配信の映像配信で、会員最大数を持っているのは
Hulu ということになってるんですけども、個人的なねおすすめはね、実はねバンダイネットワークなんですよね。機動戦士ガンダムが全話見れるやつですよね。あれはねなかなかいいなと思って、僕が一応お金払って参加入ってるのが Amazon と Hulu と Netflix と、あとはその今言ったバンダイですね。で、あと、DT あれもう一つなんかもう一社なんか入ってたと思うんですけど、 D がから始まるやつを、あ、U-NEXT は入ってないな。あ、D アニメ入ってますね。入ってるんですけども、やっぱね、主に使うのは、Amazon、Netflix、あとは YouTube ですかね。なんか、そんな感じになってますね。で、ただ Amazon は、その画像がまあすごくいい時もあればあんまり感心しない時もあるので、やっぱ本当に見たい作品はどうしてもDVD を買うことになってしまいます。で、Amazon でですね、じゃあ、というですね、これはまあなんか前説なんですけども、 Amazon でですね7月14日で配信停止になってしまう作品があるんですね。で、そこの話からしたいと思います。まずですね、まあ、困ったことにですね、ライトスタッフがですね、7月14日で配信停止になってしまいます。で、これね3時間12分もあるんですよ。192分もあってですね、なかなかね見れないんですね、こうすごい長いから。でも配信停止になるから今のうちに Amazon プライムに加入してる人は見た方がいいです。で、8月ぐらいに、来月ぐらいにですね、映画で体験するアポロ計画というかね、アメリカの宇宙計画っていうのをですね、ちょっとシリーズでやろうと思ってますんで、できれば今のうちに見て予習しといてください。で、映画館で見たという人多いと思うんですけど、映画館でやってたのはね、この30分短いバージョンなんですね。2時間半ぐらいのバージョンなのでですね、できれば今、プライムの会員は無料で見れるうちにですね、ライトスタッフぐらいは見ておきましょうか。あ、パソコンで見ると集中力続かないんだよな。あ、そうですね、映画は、配信の映画はスマホとかパッドとかパソコンとかで見ずに、なんだろうな、Chromecast でもいいし Amazon Fire でもいいけども、テレビで見た方が多分落ち着いて見れると思いますので、そういうふうにした方がいいと思います。歴史上に並べると、このなんだろう、8月にやろうと思ってる、映画で学ぶ宇宙計画というやつは、なんかね歴史順で言うとですね、多分まあまずこの宇宙へというやつから始まると思うんですね。で、これは冷戦と二人の天才というやつで、これイギリスのテレビ番組なんですけども、コロリョフというですね、ソ連のロケット科学者と、フォン・ブラウンというですね、ドイツ、後にアメリカに行った、ロケット科学者の2人のですね競争の話なんですよ。で、これが1回60分のテレビドラマでですね全4回あるんですけど、まあなかなかですねいい資料なんでですね、まずこれを、語らなきゃいけないとまあ8月これはね割と軽くやるかなと思って、で、その次に遠い空の向こうにっていうですね映画があってですね、90年代ぐらいの映画だったかな、これなかなか泣かせる映画なんですけども、アメリカでですね、そのスプートニク衛星が打ち上げされた時に、普通のですね高校生が俺たちもロケット打ち上げようぜって言って、バージニア州の炭鉱かなんかの少年なんですけども、高校生がですね 3,4 人集まって、で、自分たちで手作りでロケットを作って、でそのロケットを打ち上げると、でそいつらが本当に後に NASA に本当に雇われてアポロ計画を手伝うようになるというですね実話があるんですけども、それのですねかなり忠実な映画化でですね、まあなんかその感動するし、映画の技法的にもですね演出的にもものすごく面白いものがあるんですね、まあぜひ見ていただけたらと思います。で、その次がこの順番で言うとこのライトスタッフですね、いわゆるこれマーキュリー7って言われるですね、アメリカがですねこの間も話したマインスペーススーネスト計画ですね、今すぐ宇宙に人間を計画の時に、集めた7人です。最初はですね、いろんな条件からアメリカの中から、例えば軽業師とかですねバイク乗りとかいろんなところから人を集めてこようとしたんですけども、偉い人がですね、いやそういうやつらは身分の確認取るのが大変だと、とにかく
何が困るって、宇宙飛行士がソ連に亡命されては構わない、かなわないと、まあ、そんなこといっぱいあったわけですね。なんかこうすごい頼りにしてたやつがソ連に亡命するとか、ソ連からアメリカに亡命してきたということがいっぱいあった時代なので、何よりも宇宙に行ったやつは地球帰ってくる時に、なんかそいつが操縦とかちょっとしてソ連に逃げ込まれたらどうしようもないというふうなことで、まず身分確認が簡単にできるやつを 2,3 週間以内に集めろというふうに言われたんで、じゃあしょうがないや、軍のパイロットから選ぶしかないですねっていう、もう本当にそれだけの理由なんですよ。別にあのアメリカはこのマーキュリー計画でですね、最高の7人を集めたとかですね、あの宇宙飛行士はパイロットでなければならない、そんなこと何もないんですよ。マーキュリー計画ではですね、宇宙船を操縦する要素は1ミリもないですから、あのそれどころか一番最初は操縦装置すらついてなくてですね、こいつらがデモを起こしたぐらいですよね。あの宇宙船を操縦できるようにしろっていうふうにデモを起こすという実話がこの中に、ライトスタッフの中に描かれてるんですけども、宇宙船って言ったらですね、あの科学者たちが呆れ果てて、宇宙船これカプセルだよって、カプセルではない、これはスペースクラフトと呼べっていうふうに宇宙飛行士が交渉して、えーって、でお前らカプセルでボルトでこうなんかドアあの閉められて、でそれで宇宙行って帰ってくるだけで猿の代わりみたいなもんだよって言われたら、宇宙飛行士たちが怒って、俺たちがマスコミの中で自分たちが勇気があるというふうに喋ってたり、 NASA の計画が最高だというふうに言ってるから、お前らのところにはバカみたいな予算が来るんだって、お前らはなんか先々月ぐらいまで金全然なかったじゃないかって、俺たち7人が宇宙に行くっていうからバカみたいに金が来るんだぞっていう大論争の挙句、分かったよと渋々 NASA の科学者認めて、じゃあまずスイッチをいくつかつけてやるよ、ダメだと、そうではなくてこういう操縦桿をつけて操縦できるようにしようって言ったら、もう科学者たちが隅っこでゴーッと話し出して、操縦桿もいずれつけると、で次俺たちはパイロットだ、パイロットは自分で自分の命を守らなければいけないと、脱出用のハッチをつけろって言って、脱出用のハッチそれ何に使うのって言ったら、それは非常事態が起きた時に脱出するんだって言ったら、そんなことが起きた時はお前らもう死んでるよっていう延々言い合いのせい、分かった分かった、じゃあ脱出ハッチもつけようということで、うちその最初カプセルと呼ばれたものはスペースクラフトと呼ばれるようになり、ついには本当に操縦桿もついて、この操縦桿がついちゃったおかげで後でえらい目に遭うんだけれども、で脱出用のハッチ、火薬でボンで爆発する脱出用のハッチまでついちゃったんですよ。でこの脱出用のハッチがついちゃったばっかりに、2番目か3番目かにあの宇宙に行ったガスグリソムというやつが、あのマーキュリーカプセルでボーンって着水した時に間違って、その爆発扉が、ハッチがボーンって飛び出してしまって、カプセルが沈んだというですね、危うく宇宙計画全部がダメになるような事故を、この宇宙飛行士のわがままのせいで犯すんですよ。でそんなことがあったから、やっぱ宇宙飛行士のわがまま聞いちゃいけないと、あ脱出ハッチじゃなくてもっとがっちり閉まるドアにしようと言って、がっちり閉まるドアにしたばっかりに、アポロ1号の実験っていうのがあって、そこでまた同じガスグリソムってやつがアポロ1号に乗り込んで実験してる最中に船内でショートが起こって、それで可燃物が全部燃えちゃって、あのアメリカの宇宙計画最初の死人というアポロ1号3人の死者というのが出たんだけど、それはその時に脱出ハッチが昔の爆発ボルトタイプではなくて、なかなか開かないやつに、そのガスグリソムの事故があったからこそハッチがそんな改造されちゃったんだけどもっていうですね、流れの初期の宇宙計画の頃がこのライトスタッフです。でその後が、9月に公開されるですね、あのヒドンフィギュアですね、ドリーム、あの私たちの何だっけ、アポロ計画じゃなくて宇宙計画になったのかな、あのという映画が大体、マーキュリー計画からジェミニ計画へのちょうど端境ぐらいで、でその次がここにあったっけな、あアポロ13ですね、アポロ13ですね、これはあの何だろう、トム・ハンクス主演で、ロン・ハワードが撮った、ロン・ハワード監督っていうのは本当に変な映画ばっかり撮ってる人で、まあ基本的にはね、あの追い詰められた状況での男の勇気みたいなものをテーマにいつも撮る人なんだけれども、ロン・ハワードっていう人を、まあ、ウィキかなんかで調べて、これまでのフィルモグラフィー見てください、かなりねへんてこな作品ばっかり撮ってるんですよ。でその中ではですね、すごいバランスが取れたいい作品です。で、これの主演をしたばっかりにトム・ハンクスはものすごい宇宙オタクになってしまって、それもアポロ計画オタクになってしまって、フロム・ジ・アースっていう人類月に立つって NHK でも放送したですね、あの12時間ある
テレビドラマですが、全12話の、テレビドラマっていうのを作ることになるんですけれども、本当はこのフロムジアースまでも含めて8月ぐらいにその映画で学ぶ、宇宙開発の流れっていうやつを大特集してみたいと思うんですが、その時にまあこの辺のことは語ります。アポロ13も本当に、普通の映画として見るよりは、宇宙開発の歴史をその遠い空の向こうにライトスタッフヒドンフィギュアアポロ13という流れで見てみるとすごいね、分かるようになってくる。で、分かってきたらすごく面白がれるようになるんでですね、ぜひとも、ゼミを見てくれてるみんなを宇宙開発マニアにしてしまおうというのがですね、8月の僕の試みですのでですね、よろしくお願いします。で、その他ですね、アマゾン見放題が7月14日に終わっちゃうのがですね、ディープブルーという映画があります。僕結構好きなんですけど、サメ映画なんですね。サメが出てきて大暴れする映画で、まあ映画なんですけども、バイオ技術で作られた巨大でおまけに賢いサメが、なんかアルツハイマーの治療のために脳髄液をこう取られて、それをやられると。でそれを嫌がってか、なんかサメが反乱を起こしてですねまあなぜか賢いサメですから、で人間がいるその海の基地みたいなところでの戦いが始まると。その基地みたいなところとサメだから、映画的にどうやって撮るのかと思ったら、その基地の中が半分水浸しになってサメがガンガン入ってくるんですね。でサメがガンガン入ってきていろんな戦いになるというのなんですけども、やっぱ僕すごい大好きなんですけども、その当時はですね、ギャラさえ払えばどんな映画にも出てくれるサミュエル・ジャクソンという俳優がいるんですけど、このサミュエル・ジャクソンの感動的な大演説とその後のびっくりするようなオチがあってですね、もう本当に好きな映画なんですよね。モーガン・フリーマンとね、サミュエル・ジャクソンってね、黒人の名優はね、何でも出てくれるよね、金払えばなのでですね、これもこのディープブルーも7月14日でですね配信終了しちゃいますんで、見てない人は本当に気軽に見れる映画なので、どれぐらい気軽かというとですね、仕事しながら見て差し支えないぐらいです、パソコン画面でもいいし、別にスマホでも構わない程度の映画ですけども、見れば面白いから見ておいてください。であと、もうこれもね、くだらない映画なんですけれどもですね、7月14日に配信が終わってしまうのに、裸のガンを持つ男っていうのがあります。裸のガンを持つ男っていうのはもう本当にくだらない映画好きにおすすめで、ゴッドタンやアメトークよりくだらないって言えばわかるかな。主役、基本的には刑事物なんですよ。で、刑事物で、もともとは、知能指数ゼロ文書っていうですね、センスのかけらもないですね、フライングコップっていうですね、タイトルで、アメリカでドラマだったんですね。で、4話しか作られてないドラマだったんですけども、めちゃくちゃ人気高かったんですよ。ポリススクワードって言って、警察物なんだけども、あらゆる警察物のパロディだけでできてる、いわゆる最終絶叫計画の掲示板みたいなものを1980年代にやったのかな。で主演のドレミン警部、そのテレビシリーズでやった、のレスリー・ニールセンって役者、この人はすごい古くから映画出てるんです。で結構主役やってるんですけども、全然パッとしなかったのが、このポリススクワードっていうテレビシリーズに出た時に、あ、こいつコメディできるんだと言って、うわっと人気が上がって、その後ですね、裸のガンを持つ男シリーズに3作品が、ね、なんか連続して出るようになって、コメディ俳優になったんですね。もともとは僕が知ってるレスリー・ニールセンっていうのは、禁断の惑星っていうですね、大昔の SF の中のですね、宇宙船の船長をやってるですね、なんか結構ですね、ヒーローっぽい役やってたんですけども、だから裸のガンを持つ男を見た時は、どっかで見たことあるなと思ったんだけど、まさか禁断の惑星のアダム船長がこんなところにいらっしゃったとは。確かなんかポセイドンアドベンチャー、古い方のポセイドン号の船長もやったって、船長ばっかりやってる人なんですけどやってたのになと思ったんですけども、なんかで、映画は何がくだらないのかっていうと、基本的にはもともとはポリススクワッドっていう刑事ドラマのパロディーものなんですよ。で、何だったっけな、23分探偵だったっけな、なんかそういうドラマが日本でもあったと思うんですけど、それがもう本当に、裸のガンを持つ男を本当に
引用して作った作品なんですね。例えば裸のガンを持つ男はテレビシリーズの頃から何でも知ってる情報屋というのが出てくるんですよ。で、大体情報屋は靴磨きかなんかやってるんですけど、靴磨きやってると、そしたら、なんだろうな、ドルビン警部が行って、マフィアのなんとかってやつ知ってるかって、そんなやつは知らねえなって靴磨きくんです。で、隠れてそーっと金渡すとですね、そしたらですね、なんとかというやつはこれにファミリーのやつ でこんなことがあったぞって、すっごい細かい情報を言ってくれるんですね。で、警部がありがとうって言って去っていった。そしたら次の客が来て、靴磨くんだけど、次の客がもう体中血まみれのですね、外科医なんですね、医者なんですよ。で、そいつが医者がこう磨いてて、で、心臓バイパス手術の時に、第六動脈が破裂した場合の復元法はどうしたらいいんだかって、何のこっちゃ分かんねえって靴磨いてて、またポケットから金渡したら、バイパスで一番大事なのは静脈と動脈との血が混ざらないことだとか、まず第二バイパスをこういう風にしてっていうのをベラベラベラと言って、ありがとうって言ったら、もう次女が並んでるっていうですね。まあ、くだらないけどね、すっごい面白いです。僕すごい、そのテレビシリーズはこういうのがこうチャキ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 出てきて、でその中で後に殺人犯で捕まるオージェ・シンプソンとかですね、変な役者がいっぱい出てきて、確かね、アメリカで一番背が高い俳優っていうのも出てくるんですよ。で、そのアメリカで一番背が高い俳優っていうのが新人の刑事の役で、いつもいつもカメラに顔が映らないっていうですね。いや、全員が部屋の中で取り調べしてる時も、そいつ背が高すぎて顔が映らないんです。で、最終回まで顔が映らないままなんですけども、なんかね、すごい見切れ芸ですね。見切れ芸、すごい好きなんです。で、この裸のガンを撮るとは、映画版の方が入ってるんですけど、映画版もいい感じで今言ったですね、テレビ版の匂いを残してます。で、今話した情報屋もちゃんと出てきますのでですね、1月14日までなので見てあげてください。で、まあ結構その他にもね、7月14日で配信終わっちゃうのがあるんだけれども、太陽の帝国というですね、スタンリー・キューブリックの、スタンリー・キューブリックじゃない、スティーブン・スピルバーグの映画もですね、7月14日に終わっちゃいます。太陽の帝国っていうのは、J.G. バラードってイギリスの SF 作家ですね、渚にてとかを書いた人なんですけども、まあ、この人は実際に第二次大戦中にですね、少年時代、上海かどっかにいたのかな。で、日本軍に捕まって捕虜になったんです。捕虜になって、で、収容所で暮らした、子供なんだけども捕虜収容所に入れられちゃって、で、終戦を捕虜収容所で迎えたと。で、それのおかげで日本人にはひどい目にあったんですね。で、そのひどい目にあった恨みつらみを書いた SF 小説っていうのが猿の惑星っていうやつですね。白人は滅び、猿みたいな黄色人種が地球を支配する日が来るっていうですね。だからみんな猿の惑星今映画見てるけど、それの原作書いた J.G. バラードは完全に猿っていうのは日本人なんですよ。猿のくせに我々みたいな科学力を使うとかですね。猿のくせになんかこう英語まで操りやがるっていうのはですね。あれは第二次大戦中の上海を支配していた日本軍のことであってですね。というですね、J.G. バラードの原作小説をスティーブン・スピルバーグがですね、かなりこう入れ替えて作ってるんですね。で、主人公のですね、イギリスの少年ジミーっていうやつですね。これはまあ、J.P. バラードの J の、ジェームスの部分ですね。はですね、もう大の日本軍のゼロ戦好きなんですよ。もうゼロ戦が好きで好きでしょうがない。日本軍に捕まるんだったら大喜びっていうようなやつなんですけども、日本軍はですね、イギリス領の上海を占領して、あっという間にですね、ジミー少年は捕虜収容所行きになったんですね。ところが捕虜収容所の中で、まあずっと暮らしていくうちにですね、日本人の生活が見えてきて、時々ね、ゼロ戦も見えるんですよ。で、大喜びしてたんですけども、でもね、そこで1年、2年と暮らしてるうちに、ああ、なんか、日本っていうのは自分が憧れてるような国じゃないんだ、ゼロ戦っていうのはそんなんじゃないんだというふうに思い始めてるところにですね、映画のクライマックスでアメリカ人が解放に来るんですね。で、アメリカの P-51 ムスタングっていうですね、飛行機がものすごい低空から進行してきてですね、悪い日本人たちをバリ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 機銃掃射でやっつけるシーンがあってですね、まあなかなかかっこいいんですよ。あるかな、ちょっと待ってね、今日ちょっとねフリップ用意したんだけども、俺が事前にね順番通りに並べるの忘れてしまって、あったあった、
これだな。めちゃくちゃ低空飛行なんですよ。高度多分5メートルぐらいかな。で、実機の P51 っていうのを飛ばしてですね。で、これがガーッと機銃操作しながら、この手前のですね、悪い日本人たちを撃ち殺しながらですね、飛んできて、で、捕虜収容所のジミー少年に、もうめちゃくちゃ余裕かけ、こいてですね、コックピット開けて、うわーって手振ったら、ジミー少年が、P51、空のキャデラックだっていうふうに言うんですけど、まあ、P51 っていうのはですね、すごいなんか装備が良かったのでですね、もう銀色のピカピカの飛行機なんで、別名、空のキャデラックって言われたんですね。で、ここで、あの、ジミー少年のテンションが一気に上がるって、映画のちょっとトーンも変わってくるってやつなんですけども、これもですね、スピルバーグの映画としては、成功か失敗かというと多分失敗なんですね。飛行機に憧れてゼロ戦に憧れた男の子が捕虜収容所の中で親がいない中で何とか一人前として育っていくっていうのは、父親が離婚して逃げてしまって、母親に育てられたスピルバーグの子供時代っていうのを投影している、いわゆる E.T. のお父さんはメキシコに行ってしまったって、シングルマザーの家で育てられるそのエリオット少年一家 E.T. っていうのと、まあ、同じようにですね、親のいない家庭っていうのを書いてて、その中でそのジミー少年っていうのはですね、空のキャデラック P51 に助けられ、で、捕虜収容所から抜け出して、で、終戦の日をですね、なんかこう逃亡先で迎えるんです。で、逃亡先の砂漠のところで、世話になったおばあちゃんがですね、死んでしまって、で、魂が手に召されるんだと思った瞬間に、東の空がパーッと明るくなって、まだ夜明け前なのにパーッと明るくなって、空一面にオーロラみたいなのがうわーんと伸びて、おばさんとかというシーンがあるんですけど、それは広島に原爆が落ちただけなんですよね。なんかね、結構そういう、なんだろうな、ある視点で見た第二次大戦の終わり方っていうのをですね、書いてるんで、スピルバーグの作品といえどもあんまりファンはいないような映画なんですけど、これもまあ、今言ったようにとにかく飛行機めちゃくちゃかっこよく出てくるんでですね、P51 さっきコメントにもあったんですけど、スローモーションでゆっくり飛んでくるぐらいかっこいいですし、その時の日本兵の殺し方もですね、まあみんないい殺し方、人民解放軍がですね、これ自由世界で初めて中国でロケを行われた映画でですね、何千人だったかな、人民解放軍の兵隊がですね、みんな日本人の軍服着てですね、日本人役やってるので、みんなもう体が動くとにかく俳優さんの動きじゃないんですよね。みんな銃持って走る時のダッシュがめちゃくちゃ速いんですよ。そこら辺もですね、あってですね、ちょっと面白い映画だと思うんで見ておいてください。で、その他ですね、スタンリー・キューブリックがですね、何本だ、3本ですね、あ、4本だ、時計仕掛けのオレンジ、シャイニング、ロリータ、2001年宇宙の旅と4本もですね、7月14日 Amazon でですね、配信停止になってしまいます。時計仕掛けのオレンジはですね、皆さん見ました？スタンリー・キューブリックが書く21世紀のロンドンの話なんですけれども、まあ、とにかく目が離せないです。キューブリックっていう人は同じ映画を、同じジャンルを2回撮らないというふうに言ってるんですけども、2001年宇宙の旅を撮った後にですね、 SF 映画というジャンルじゃなくて、まあ、地上を舞台にした未来ものっていうふうなことで撮ったんですけども、僕かなりこれ好きなんですよね。一番最初ですね、アレックスってやつが主人公なんですけども、このフレームから始まるんですよ。で、このフレームから始まってゆっくり絵が引いていって、引いていくとこいつの顔がもう全く瞬き一回もしないままゆっくり引いてて、これここですよ、周りに仲間がいて、で、両端に立ってるやつがいて、で、変な女の裸の彫刻みたいなのがあって、これ現代芸術なんですけども、で、その現代アートのテーブルみたいなものもあって、みんながゆっくりミルク飲んでると。で、これがカメラゆっくり引いて最後ここまで、アレックスたちがここに小さくいるだけで、まあ、キューブリック特有のシンメトリーですね、左右完全対称の構図でここまでずっと引くところまでですね、見せられるんですね。で、まあ、アレックスのモノローグが入るだけで、あとはクラシックの音楽がかかるだけなんですけども、もうこっから
顔のアップから瞬き一回もしない俳優がこうここまで引くところまでで本当にね目が離せないんですよ。で動きもほとんどない本当写真みたいなものを見せられてるだけなんですけども、見てる人間がすごいドキドキして緊張感があるというのが映画の最後まである。で構図がこんなに決まってる綺麗な絵っていうのは美しいは美しいんだけども、映画撮る時って退屈になっちゃう場合が多いんですけども、なんだろうな、キューブリックの映画はですね、そこら辺割といろんな形でドキドキさせながらですねお話をつないでいくので退屈せずに見れます。でこれはさっき言ったですね、その裸のガンを持つ男とかですね、あとサメ映画と違って、あんまりスマホとか小さい画面向きじゃないですね。ちょっとこれは大きい画面で見た方がこのドキドキ感というのが分かると、逆に小さい画面で見るとシンメトリーの画面のすごい緊張感の圧迫感のこれも縦方向にギュッと圧縮された絵を見てても他の光景が目に入っちゃうからね、あんまりよく緊張感が分かんないままつまんなく感じちゃうんですよね。でこの映画の中にこの、映画自体はですね、21世紀のロンドンで今主役で映ったアレックスっていうやつがですね、ギャングなんですね、ギャングというかですね不良なんですね。で、ホームレスを襲ったりですね、あと女の人をレイプしたりする、とんでもない悪いやつなんですけれども、ベートーベンの音楽だけが好きだっていう設定なんですよ。でこれが捕まって強制施設に入れられて、で、首相肝入りのですねイギリスをですね不良から守るっていう精神医学の実験台にさせられるんですね。でルドビコ療法というやつのに志願したら無罪放免されるということで、アレックスはルドビコ療法という、治療法ですに志願します。でルドビコ療法っていうのがこのまぶたをですね、両目のまぶたをクリップで固定させられて残酷な映像をずっと見せられるってやつなんですね。でこの医者の手は何やってるのかと、目薬なんですよ。この目薬をですね10秒間に1滴ずつ刺してですね、ずっとその瞬きできないまま前の映像を見なければいけない。で最初は暴力シーンとかですね、ナチスドイツの映像とか映っていいねいいねとかって見てたんですけども、ある限界を超えたところからこのアレックスがですね気持ち悪くなってきてですね、で気持ち悪くて気持ち悪くて仕方なくなると、でおまけにその映像に BGM でベートーベン使われて、自分の一番好きなベートーベンとこの吐き気がする感情とか関連するようになって、以後ベートーベンを聴けなくなってしまうんですね。でこの治療法を受けたアレックスは釈放された後、あらゆる暴力的な衝動を起こそうとしたら吐き気がするようになっちゃう。で昔の仲間たちに絡まれて殴られても仕返しができない。昔はこのさっき一緒に写った仲間たちをもう本当にガン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 殴ったり蹴ったりしてたんですけど、そういうことが全然できない体になったと。で一人一人昔自分がいじめた人とかですね、無力なホームレスを蹴ってたんですけど、そのホームレスにも見つかって一人一人復讐されるって話なんですよ。で復讐されて、さあそれだけの話かなと思ったらですね、最後ルドビコ療法の効果が切れてこいつの復讐が始まるみたいなですね、そんななんかとんでもない映画に なるんですけども、そういう映画でありながらスタンリー・キューブリック映画の左右対称の美しい画面のままバーッとやるから、なんかねとんでもないものみたいな感じになるんですね。で僕はすごい好きな博士の異常な愛情とかがちょっと今アマゾンに入ってないんですけども、時計仕掛けのオレンジはですねすごく面白い作品なので、7月14日までにぜひ見ておいてください。であとですね、シャイニングもですね、残念なことにですね、これもスタンリー・キューブリックの作品なんですけども、7月14日にアマゾンで配信が終わってしまいます。シャイニングというのはですね、あったっけな、あったと思うんだけども、ちょっと DVD が出てこなかったんですけども、すいません。スティーブン・キング、僕が大好きなスティーブン・キングの原作をですねスタンリー・キューブリックが映画化したんですね。ただ有名なんですけども、キューブリックの映画をですね最初は
スティーブン・キングがすごい喜んだんですよ。ですごい喜んだんですけども、キャスティングの段階からちょっとトラブルがあって、まずスタンリー・キューブリックはなんだろうな、ものすごい癖のある演技をするニコルソン、ジャック・ニコルソンを主役に選んじゃったと。でもジャック・ニコルソンだったら、これは後にスティーブン・キングが書くんですけども、最後に狂ってしまう役なんだけども、ジャック・ニコルソンは最初から狂ってるんじゃんかとなので映画見てるやつはこいつ頭がおかしくなるなと見て分かってしまうとなので、こんなやつ主役にしちゃダメだと。で次にその嫁さんのウェンディーって役者なんですけど、ウェンディー役も、ウェンディーは原作を読んでみるとすごいしっかりしてる人なんですけども、映画用に選ばれた俳優さんがですねなんでしょうね、あるかな、ん？あ、あった。だこの人なんですよね。すごいね、神経質そうな、ね、顔しててですね、この人も見るからに夫が狂ったら叫びそうな感じなんです。で、まあいい感じで映画の中でキャー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 叫んでくれるおかげで、シャイニングの有名なシーンですね、ジャック・ニコルソンがドーガン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 斧でぶち開けてぶち割って顔にやーっと出した奥さんがキャーっていうシーン撮れたんですけども、スティーブン・キングしてみたらこんな顔の役者使っちゃったら映画見てる人間最初から分かっちゃうじゃんと、ホラーっていうのどう考えてるんだっていうようなことで大喧嘩になって、いまだに仲が悪いというか、まあいまだにエッセイ書くときに、コラム書くときに、映画関係とかのやつインタビューとか受けるたびに、スティーブン・キングはシャイニングのことをものすごい悪口言ってます。でどれぐらい悪口言ってるのかっていうと、後にシャイニングがですねテレビドラマになったんですよ。でもうスティーブン・キングがもうシャイニングというとみんなキューブリックのバージョンの方を思い出してしまうから、あれ嫌だと、テレビドラマにしようって言ってやった時にですね、映画制作会社がキング側に出した条件がギャラとかと一緒なんですけど、これ以上ですね、映画版のシャイニングの悪口を言わないというですね条件を出してキングは涙ながらにそれにさえして、その代わり俺のシャイニングをちゃんと作ってくれるのかと思って作ったんですよ。でそれでテレビ版のシャイニングできたんですけども、不幸なことにスティーブン・キングが思う通りに作ると映画が面白くないっていつもの法則が発動してですね、相変わらずシャイニングといえばこっちのシャイニングの方が有名だってやつですね。これは奥さんがですね、旦那さんがずっと雪の中売れない作家、の旦那さんですよ。で、学校の教師アルバイトしてるんだけど、本当は小説家で長編小説を書かなきゃいけないんだけど、なかなか時間が取れないと。でアルバイトで冬の雪山の中、雪に閉ざされて人がいないホテルの管理人っていうのを任されたのでですね、その一家一家3人でですね、自分と嫁さんと息子との小さい息子の3人で雪山のホテルの中に閉じ込められるんだけども、あ、一冬あれば小説書けるだろう、ずっとタイプライターで書いてる書いてる書いてる、で書いてるうちにだん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 おかしくなってくるって話なんですけども、奥さんがですね旦那さんの異変に気がついて、恐る恐る何を書いてるのかと、絶対覗いちゃいけないと言われてるのにタイプライターのところに覗きに行ったらですね、そしたらタイプライター一面にですね、オールワークスの&ノープレイメイクスジャックはダルボーイというですね、働いてばっかりで、遊ばないとジャックは今にも気が狂うっていうですね、この文章だけを何百枚とタイプしてたっていうのが分かってですね、奥さんがはーってなったところに後ろからジャックが見たのって言ってくるシーンがあるんですよ。でなかなかいいじゃん怖いじゃんって言うんですけど、ここもやっぱりですねスティーブン・キングの怒りが収まらずですね、よいしょ、これその次のシーンなんですけども、さっき奥さんがですね読んでるところをですね後ろから撮って、この物陰からですねこう旦那が出てきちゃうんですね。でなんだこれはと、七国だったらこんな初歩的なミスはしないぞというふうにスティーブン・キングが怒って、ここでその旦那の人影が見えちゃったら来る来る来ると思ってる客にやっぱり来るんだって思わせてきちゃうじゃんっていうふうに、そうじゃなくていきなり来なきゃダメだろっていうふうなのがスティーブン・キングの言い方なんですね。ところが
シャイニングは、シャイニングはというかですね、スタンリー・キューブリックはそんな映画は撮りたくないんですよ。そんなですね、スティーブン・キングが大好きな安物ホラー映画、いわゆる大アマゾンの半魚人みたいなですね、もしくはミイラ男の呪いみたいなものはちっとも撮りたくなくて、スタンリー・キューブリックが撮りたいのは SF 映画だったら2001年宇宙の旅と、社会問題を取り上げるんだったら、なんだろう、時計仕掛けのオレンジとかですね、もしくは政治的なコメディー撮りたいんだったら博士の異常の愛情っていう、それぞれのジャンルのマスターピース、大名作になるような映画撮りたいから、ホラーを撮りたいっていうのは、心霊現象っていうのは果たしてどういうふうなもんなのかっていうのを、キングなりに、キューブリックなりに真面目に突き詰めた映画を撮りたいわけですね。なのでいきなり旦那さんがぬっと現れて、どうしたのっていうのは全然撮りたくないっていうようなことで、まあ、2人はですね、延々こう仲が悪いわですね。僕はこのシーンは別に旦那さんがぬっと出てこなくても、やっぱりその何回も言いますように、スタンリー・キューブリック特有のシンメトリー、左右対称の画面の緊張感だけで十分面白いし、あと7月14日までですから、シャイニング皆さん見てください。冒頭のですね、一番最初にですね、コロラド山脈のロッキー山っていうところにそのホテルがあるんですけど、そこへですね、車が上がっていくだけのオープニングなんですよ。延々空撮でヘリから撮った映像で、で音楽がドワンドワンドワンってかかってて、で細い道の上をオンボロのフォルクスワーゲンが一生懸命山道を登っていくのを撮ってるだけなんですよ。ところが秋口のコロラド山脈なのでですね、その山を登っていく自動車を撮ってるだけで、山の標高が上がるにつれて周りの風景の季節が変わるんですね。一番下の方は、下の方で撮ってる映画の頭の方ではですね、日差しが明るくてですね、まだ秋といっても夏、葉っぱがいっぱいあってっていうような様子なんですけども、それがですね、何分も何分も続いていくうちにですね、周りが全然木がなくなって、で、ついには周りに雪が現れてっていうのをですね、ずっと空撮だけで撮ってるんですよ。で、この辺のですね、緊張感のある映像とかを見せられると、ああ、なんかすごい、何にも怖いことが起こってなくて、ヘリコプターでフォルクスワーゲンが山道を登っていくだけなのに、季節の変わりが、それで分かってしまう。それは山の標高が違うと温度が違うから、気温が違うから、周りの植物の成長が違ってて、最後には雪まで現れてしまうっていう、何千メートルも上がっていくからこそ起きる現象なんですけど、それをワンカットで見せる、ワンカットというかワンシーンですね、ワンシーンで見せるスタンリー・キューブリックの天才性っていうのを見たら、もうこれでいいじゃんって思うんですね。でこのフッテージがあまりにかっこよかったから、後にリドリー・スコットがブレードランナーを撮るときに、今コメントでも言ってくれた人がいるんですけど、ブレードランナーを撮るときにラストシーンが映画会社からダメっていうふうに言われて、何これというふうに言われて、いやなんか、デッカードがレプリカンだったレイチェルと最後イチャイチャしながら、あ違う、一番最初のエンディングのバージョンでは2人でエレベーターに乗って出ていくところで終わったと。でこれでは分からんと言われて、分かったって言って車に乗ってどっか走り去っていくところ、これでも分からんっていうふうに映画会社に言われて、リドリー・スコットいい加減イライラしながら、分かったって言って車の中でちょっとイチャイチャしながら話す、これでも分からんっていうふうに言われたんで、どうしようと。なんかこの車が山の中走って、ロサンゼルスの酸性雨が、降ってるところじゃなくて大自然の中走ってるのシーンを撮ればいいんだ、でももう予算もなければスケジュールもなくて、で取締役に映画見せなきゃいけないのがもうあと3日後か4日後だったんですよ。でリドリー・スコット、あそうだと思って スタンリー・キューブリックに電話して、シャイニングでめちゃくちゃかっこいい空撮あったよねと、あれあんたのことだから5分ぐらいのシーンだけど実は10時間ぐらい撮ってるでしょって聞いたら、うん撮ってるって言われて、どこでもいいから貸してって言ったら、いいよって言われてですね、貸してもらってバーって編集してポンって繋がった、うわ繋がる、 あとはヴァンゲリスの音楽乗せてみよう、お繋がった繋がったっていう風に見せたら、そしたらアラン・ラッド・ジュニアっていうアラン・ラッドカンパニーの社長がこれだよっていう風にして OK 出してくれたおかげでブレードランナー公開できたっていうのがあるんだけども、まあそれぐらい没フィルムでもブレードランナーのラストシーンになるぐらいすごいよね。そこまでね、キューブリック完璧主義者なのにね、シャイニングってDVD とかブルーレイで見たらね、時々ねヘリコプターのねプロペラがね上に映り込んでるシーンがあるんだけど、どうも当時映画館で映る画角では映ってなかったので、
キューブリック安心してそれで OK しちゃったんだけども、上の方にちょっとプロペラ映ってるシーンがあるんだよね。というですね、まあまあすごいかっこいい映像ですのでですね、まああと2週間でですね、あのロリータも、時計仕掛けのオレンジもシャイニングも2001年4タイトルアマゾンから消えてしまうので、見てくださいというふうなことでですね、ここまで表放送終わりを、アンケート出しておいてください。あの間もなく裏攻めに行きます、裏攻めに行ってからはですね、今日の本題ともいえるですね、アマゾンでもうすぐなくなってしまう2001年宇宙の旅とはどんな映画だったかと、見たことある人はいると思うんですけど、みんな見てると思うんですけども、いやこうだよっていうのをですね、当時のそのスタンリー・キューブリックとですね、スタンリー・キューブリックね、あらゆるね、組む作家と喧嘩するよね、本当に。この時アーサー・シー・クラークっていうですね、世界一の SF 作家と、最初はめちゃくちゃ仲良かったんだけど、途中からもう大喧嘩になりながら映画公開していくというですね、話とかですね、その後、Hulu でですね、白装リッチという映画を公開しているので、戦争映画特集やってるんですね。そっちの方の戦争映画、Hulu で見れる、見れる、見放題で見れる戦争映画の話なんかをしたいと思います。ではではですね、アンケート出ましたか？はい。おお、こんなんで、何が何か分かんない数字だったけど、80以上だからいいや。角の話というふうに言われたんで、正解する角、じゃあ、表放送のうちに言っとこうか。正解する角ね、最終回ね、何が何だか分かんなかったよね。何が何だか分かんないというかですね、もう最終回の一個手前で、ああ、これは風呂敷畳めるなと思ったんですよ。っていうのは、中盤ぐらいまでこれどうやって終わらせるんだろうっていうふうに、うわ、俺の想像のつかない作品が現れたと思ったんだけども、最終回近づくにつれて、あの姉ちゃんがおかしなことになってくるにつれて、あ、これはなんかね、広げた風呂敷の柄が目新しかったからびっくりしただけで、お話自体としてはなんだろうな、40ページぐらいの漫画でよくある、あの SF 漫画でよくあるパターンだなっていうのが分かったんでですね、そんなに期待してなかったら、まあこうスーッと終わっちゃったんでですね、ああなんか期待はすごかったんだけども、なんかそこそこの感じになっちゃったなというふうなのが僕の感想であります。またちょっと細かくですね、分析してみようかなと思います。それでは表放送ここまで、後半は2001年宇宙の旅の話をします。岡田敏夫です。最後までご視聴ありがとうございました。ニコ生の会員限定動画を YouTube でもですね、有料レンタルすることにしました。ピクサーチャンネル並みのですね、フル HD 画質というやつですね、1本800円でですね、レンタルしております。800円で無料会員限定放送を含めた全編を広告なしで視聴することができます。1本800円が高いなと感じた方はですね、あの動画が見放題のですね、月額500円の岡田敏夫ブロマガチャンネルがありますからですね、どうぞそちらに来ていただければありがたいです。あと、あの動画もテキストも見放題でですね、月額2000円のですね、テキストで過去の講義をですね、検索できるというサービスがついたですね、岡田敏夫アーカイブチャンネルというのもあります。コメント付き動画でお楽しみいただけます。自分のライフスタイルに合わせて、まあライフスタイルというかぶっちゃけ懐具合とですねあとは岡田敏夫の忠誠度と申しましょうかですねこんくらいだったらこいつに払ってもいいやっていうですね、まあそこら辺のさじ加減に任せてですね、お楽しみいただければいいと思います。これからもですね、 YouTube の更新頑張りますので、まだお気に入り登録をなされてない方がいらっしゃいましたら、ぜひお気に入り登録よろしくお願いします。ではでは、また。